はい、高須庵工房の高須庵です。はい、高野さんです。彫刻家の高野さんも来ていただきました。ごめんなさい。ちょっと今日は僕話したいことがあるんです。YouTube。はい。あ、いいですよ。どうぞどうぞ。今日はね、これについて僕話したいんです。真面目な話。いや、僕が最近読んだ本について紹介したいんですけど、これね、YouTube、あの。兵庫県の明石市の明石市長の泉房穂さんの本なんですよ。もう全然入ってきてもらって、あ、いいですよ。いやいや本当になんですけど、これは対談本になってまして、聞き手が鮫島博士さんです。あの元朝日新聞のね、でその、鮫島さんがちょっと前に朝日新聞をお辞めになって、で自分で独立して鮫島タイムスっていうニュースというかメディアを作ってですね、一人で発信されてるんですよ。でその鮫島さんが、朝日新聞政治部っていう本を、自分が体験してきた朝日新聞社の内実とか不条理さとかスキャンダルに巻き込まれたこととかを書いた本が前作にありまして、前にあって、でそれがもうむっちゃ面白かったんですよね。でそれで、そこから1年ぐらい経ったのかな。なんで次に出た本がこれです、はい、そうなんですよ。でこれがまたね、ちょっとね、最後までまだ読めてないんですけど、あとこんぐらい残ってるんですけど、まあほぼほぼ読み終わりましたね。でこれめっちゃやっぱ面白いんですよ。これあのどういう感じかというと、あの高田君は和泉市じゃん、え違う、明石市じゃないけど近くじゃないですか、うん、だからこの泉さんのこの泉市長の喋ってるノリとかなんかテレビでよく見たりされるんですよね、うん、まああの感じですよ。もう早口でぐわー話す感じの人じゃないですか。でその人と、ほんで鮫島さんも結構熱い人なんで、こうなんかなんならちょっと酒飲んでんちゃうかなぐらい盛り上がってる時とかあって、でも大体そういうその政府の悪口だったりとか、この制度もっとこうやったらうまいこといくのにみたいな感じの話をブワーってやってて、それがこういろいろ章ごとになってますね。なんかこの、ま、あのこのあらなんていうの、この目次を見て気になるのありますか？そういう感じ、はい、え、ちさ子さんは泉さんとかご存知？知ってるよ、もちろん、うん、最近あのなんかもうやめたじゃないですか。素晴らしいって言う人もいるし、悪く言う人もいる。そういうのの誤解が大体読むと大体わかります。うん、ねえ、だってもやこの人もうびっくりしないけど、10歳から市長になることを決めてたんですよ。で10歳の時に市長になろうと思って、そのために東大行って、それで一回あのテレビ局に入ってメディアの仕事をして。でその後弁護士にもなって、でその後国会議員もするんですよ。で結局市長になった時に全部それを生かして、もういろいろやりまくるためにこう回り道して逆算して、で40歳前後の時に満を持して自分で出て、もう超圧勝しまくって、しかも誰の力も頼らずに勝つっていうので市長になったらしい。でもなんかやっぱり市民のこととか思ってるから支持されたわけでしょ。そうですね。だからマスコミとかでなんか燃やしたとかコーラどんどん入って言うてるのを流してるから誤解を受けてたけど、でも実はカットされてて YouTube に出てまう。燃やしたのかって言ってるけど、お前ら生きるよ、全世界に流れる、私もどれだって言うからって言うのがカットされたわけ。そうお母さんの許可がない。それで結局また再選したっていうことは支持を受けてて、そんだけのことをやってるから、うんうん、そうなんですよ。でもそれも本当あのマスコミ操作っていうか、そうですね。だから結局でも操作はこんだけ本物の人には及ばないんですよ。要はあのちゃんと市民が分かってて支持してたから、そうそれが大切、それがすごいですよね。それは本当すごいと思う。だからマスコミ操作されるかと思いきや、もう本物すぎてみんな分かってるっていう。そうそうそう、いやでもね、
あの周りの人は分かってても、うん、言ったら全然そんな北海道や沖縄の人は言ったら燃やしたらこらーって言ったらええーって思うじゃないですか。そうそう、だからそのこの辺の近くの人じゃない人らやったらなんかやめさせたるみたいな言うてるみたいなとか しか知らないじゃないですか。だけどでもそれがその市民たちがちゃんと再生させたっていうことが本物じゃないですか。うんうんうん、それがすごいなぁと思って、でまたなんか粗相でなんかボロボソ言ってやっきくやめ、あ、そうそうそう、でやめて、やめて、今回なんか違うことしはるつもりなんですか。いや、もうやってるんですよ。やめて、もう速攻をその自分がやめた穴に、あの自分が押す人を自分がの、はいはい、まあ言うたら自分の駒ですよ。そうですよね。駒って言ったらあかんけど。いやいやいや、でも、まあ、自分の志を同じする、うん、する人を、なんだこれ、送り出して6人当選させたんですよ。だから今度はもう陰性引いていくって人が。いやでもね、やっぱりちゃんとこうみんなのことを分かってる人がしてほしいね。もう政治家なんか聞かないあるかもしれない、間違いないっていうか、だからそれを払拭する機会かもしれない。それがもう本当頑張ってほしい。だから君、だからのもしなんかどうなん、はいはい、なんかないですか。ないですか。だって泉さんの話とかよくしてるよ。なんか聞いてくるやん。何聞いてきたか忘れたけど。いやだからもう誰がどうとかでいいんだけど、ちゃんとそのみんなのこと分かってる人がやってほしい。でも政治家ってなんか何やろな。ちなみに、まあ、僕らが、ね、支持している令和新選組が伸び悩む理由、伸び悩む理由っていうチャプターもありまして、あ、何なんですかね。ただね、あの結構一瞬で終わるんやけど、何やんだから、要は、まあ、簡単に言うと、なんかあのそのやっぱり、個人商店から脱却しろっていうのとか、まあ、だから山本さん以外にも目立つっていうこととか、あとはね、やっぱりあのその野党っていうのはあの政策打ち出してもできない存在なので、潰されるみたいなんですかね。いや、あのそのなんていうのかな、言ってるだけで実現できないわけですよ、野党っていうのは、あの国政政党っていうのはね。だから中本入っとん、うん、だからあの地方自治とかに参入して、その地域とかで、まあ、泉市のよう、明石市のように、なんかこうちょっとでも実現させてみると、でも実際明石市ってすっごい人口増えてるし、そう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 、そう税収も上がってる、そうで子供のなんやらってやってあるから、すごい素晴らしいなって、そのあんま分かんないけどっていうか、なんか、まあ、ある意味話題になって、そっから注目されてっていうところもあるけど、なんかそういうふうな一つなんかこうなんていうの、実証実現、何かを実現すると説得力が増すから言われてあって、あ、でもそれで言うと、この、泉さんの話の中にも、ね、NPO とかの話は出てきたんですが、NPO がその非営利でやっていけみたいなのは本来おかしいっていう考えがこの方にもあって、ちゃんと回っていく、ちゃんとやりがいがバックされるような存在にしていかないと、して逆にその NPO 的なものをそういう存在にしていけば、より活用できる社会が来ると、その NPO 的な存在の、そうした方がいいって言ってましたよ。だから儲けたらいいんですよ。え、儲けたら、儲けたらいいんですよ。やることやっといたら、自分らのお金は儲かればいい、儲けるっていうのに、ね、ちゃんともらうべきで、ボランティアでとかっていうので、うん、あ、そうそう、だからボランティアを、いや、私ボランティアは好きじゃないんですよ。ボランティアを優勝にするべきやっていうか、優勝のボランティアができるんやったらそっちの方がいいんじゃないみたいなこと言ってます。でも